こちらは今日午後1時ごろ、国東市国東町で視聴者が撮影した映像です。大粒の氷が激しく道路に打ちつけています。私は初めてやな、家のトタンが穴が開いたでした。結構大きいのは親指の爪ぐらいありました。また氷は中津市内でも。パチンコ玉を一気に床に落としたような、ジャーンっていうものすごい音がして、話も聞こえないし、とにかくなんか視界が真っ白ですごかったです。気象台によりますと、強い寒気が県内の上空に流れ込んだことで大気が不安定となり、今日午後、西部や北部で局地的に雷雨が発生しました。この影響で天気が急変し、氷が降ったとみられます。天気は夜にかけて回復する見込みだということです。